はい、どうも皆さんこんにちは、野永井です。今回からですね、ちょっとっていうか今回ちょっと4つ新しくなったことがあるんですよね。まず1つこちらのテーマですね。まあなんかうるせえこのテーマうるせえということで、まあ、なんつったっけこれインモラルじゃねえや なんかそんな感じの名前の、ちょっと待って、あ、そうそう、スパイラルっていうテーマなんですけど、ただのやつです。で、もう1つ新しくなったこと、マイクですね。ちょっと新しいのに変えたんですが、これ感度良すぎじゃない？ちょっと私がため息した声も入っちゃうみたいな。ちょっと、これ感度良すぎだと。そして、さらに、キャプチャー3アーツが新しくなりました。はい。なんか、音も取れるやつ。ちゃんとしたやつになったので、まあ、なんやかんやです。そして、さらに、今回から新しいゲームやってきます。それがですね、こちら、ホットラインマイアミですね。まあ、ホットラインマイアミ2っていうのもあるんですが、こっちも、まあ、後々やってきますので、今回からホットラインマイアミというゲームをやっていきたいと思います。まあ、どういったゲームかと申しますと、まあ、GTA、見下ろし型の8ビットっていう、なんで今更みたいなゲームなんですけど、GTA のミッションの部分を取り出して、それをちょっとえぐくした感じらしいですね。で、これ、復刻版だと思ったんですよ。なんか古いゲームの。そしたら、まあ、あのホットラインマイアミが1と2セットで帰ってきたって書いてあったから、あ、そうなんだろうなと思って調べてみたら、2014年発売の PC ゲームだそうです。最近じゃねえかということで、もうやっていきましょう。初見プレイです。死にゲーらしいんでね、ちょっと見苦しいところもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。ホットラインマイアミいきましょう。パイク、あ、このゲームはクロスセーブ機能に対応しています。クロスセーブを行えば、プレイステーション TM 閉じるネットワークを利用して、プレイステーション4とプレイステーションビータとの間でセーブデータを共有できます。新しいセーブデータを作成します。ビータ持ってねえし。おお、クロスセーブを有効するにはセーブデータ作成時に PSN へ接続している必要があります。はい。このゲーム、セーブデータを作成しました。このゲームは特定のポイントで自動的にデータをセーブします。画面にこのアイコンが表示されている間は、PlayStation 4、読ませろ。おうおうおう、どうした？おうおう、音がでかい。音でかい。音でかい。ちょっと待って。音どうやってこれ下げ？ちょっと待った。音量の上げ下げがわからない。ちょっと音量どうやって下げるの？ああ、音量の下げ方がわからない。まあいいよ、やっちゃおう。あ、ちょっと待って。Wait。ウェイトね、ちょっとタイムです。ウェイトね、ちょっとタイム入りました。はーい。はい、サウンドとスクリーン。音声集中力。違うね。システムに素損。スキンセーバー。あ、わかんない。わかんない。行こう。おお、うるさい。ちょっと待って、ボリューム。ああ、オッケー。12ぐらいでちょうどじゃない？ねえ。まあ、13にしとこう。オッケー。はい、やっていきましょう。あ、操作方法見たよ、ここ。歩く、L。L スティック、L スティック。リスタート、×。はい。歩く L、標準 R、ロックオンが R3、R2、パッドか。はい、ストーリーオブジェクトのインタラクトが×。パンチが R1 素手。拾う武器の近くで L1。よくわかんないけど、接近武器 R。はい、武器は R1 ですね。で、武器を投げるが L1。あ、拾う投げるが L1。はい。捨てると投げる何が違う？とどめ、倒れた敵の近くでバツ。カメラ操作、L2 とパッド。はい。肉の盾。すごい、言い方えぐいな、おい。会話を進める、丸。会話をスキップ、丸長押し。ポーズメニュー、オプション。リスタート、バツ。歩く、L。標準、R。OK。行きましょう。ニューゲーム。おお、OK。人のやり方、俺を教えてやるよ。
このゲームは左右のスティックで操作する。お前誰？ちょっと汚い。鼻水出てるし、お前。R1 でパンチだ。相手の顔を狙え。相手を気絶させたら、とどめを刺すんだ。バツボタンを押せばいい。わかったか？わからん。R でパンチ、バツでとどめ。言ってることわかったか？変はすんじゃねえぞ。あ、照準がこれ。で、あ、これでロックオン。なるほど。あー、なるほど、なるほど。なるほどさんだ。あ、なるほど。で、これ、とど、おー、グロ。よーし、そんじゃ次のやつ殺してみろ。ただし、こっちの赤い部屋にあるバットを使ってやるんだ。近づいて L1 を押せば拾えるからな。手に持って R1 で振り回せる。わかったか？聞いてんのか？聞いてるわ。え、お前さ、親切だね、説明が。もう。L1 で拾って R1 で振るんだ。振るんだ。っていう言い方がちょっとやらしいけど。俺で聞いてんのか？わかったらどうぞってやられて。しつこいな、お前。しつこいな。それで拾って、これ6音ぶっ壊してバシッてやればいいんでしょ？まあまあだな。なら次は銃の使い方教えてやる。青い部屋にあるショットガンを取ってこい。お前誰なんだよ。バットの時と同じだ。L1 押すだけだ。できるよな。L2、もしくはパッドでいいのかな。で、視界の外にいる敵がよーく見える。大事なことだ。覚えておけ。R3、R2、パッドでいいのってか。押せば敵にロックオンできる。さっき頭。まず敵に照準を近づけないとダメだけどな。L1 で拾う。L2 パッドで見回す。R1 で撃つ。ちょ、そんなたくさん言われたらおじさんちょっと困っちゃう。R3、R2 パッドでロックオン。そんじゃ黄色い部屋にいるやつをやっちまえ。やっちまえ。はい、これで装備。これで、あー、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、置くんね。なるほど、置くんですね、これ。あ、なるほど、置くんだわ、これ。パッドの方がやりやすいかな、これ。おお、間違えた。間違えた。撃ってもうた。こう。オッケーオッケー。なんか、すでに血がついてるっていう。じゃ、行くよ。ああ！ちょっと、音割れした、今。基本はこんな感じだ。まだ、教えられることは他にいくらでもある。拾った武器は何でも投げつけることができる。L1 で投げてみろ。ドアを使えば敵を気絶させられる。銃は音がでかいからすぐ敵に気づかれちまう。グダグダだな、この文章。常に頭を使え。できるだけ銃を使わずに殺せ。お前鼻水出して何言ってんだよ。まあそんなこと言ってもぶっ殺されるけどな。は？死亡フラグじゃん。わかりやすい。そうだろ？パスト。はい。はい。え、何なの？え？ここ行くの？ね、絶対誰かいいんじゃん。こんにちは、馬面。あら、覚えてないのね。自分が何者なのか。その方がいいかもね。これ、女でいいんだよね。俺は知ってるぞ、だって。お前誰だよ、だから。チキンリトル。あれの顔見ろ。前にも会ったことあるだろ。わかんねえわ、お前。覚えてないのか。お前なんか知らねえ。何しに来た。お、オール、プーさんに出てくる。オール。呼んだ覚えはないぞ。何者かが知り、あ、自分が何者なのか本当に知りたいの？自分を知るということは自分の行いを認めることよって、なんかいろいろハエみたいなのがプンプン飛んでんだけどな。何これ。ここ最近ひどい言葉ばかりしてるでしょ？してるでしょ？みたいな。俺は思い出せないから、ヒントをやろう。あ、この声だっけ？4月3日という日付に覚えはないか。初めて会ったのがその日だった。とりあえずマスク脱ごうか。何か思い出しそうだな。1989年4月3日、フロリダ州マイアミ。お、ゲームあるじゃん。ゲームあるじゃんか。何をすればいいの？急に投げ出されて困っちゃうんだけど。急に投げ出されて困っちゃ、あ、思い出した。これね、パズルってのがあるみたいなんですよ。で、それを集めないといけないみたいなこと書いてあったんで、
ちょっと探し、それも探しつつ、あ、車。あ、やっぱあそこ行かないといけないんだな。じゃあ、ここにはパズルないんだ。そう、パズルがあるっていうから、それも集めないといけないですね。新しいメッセージが1件あります。ピー、ファイヤーのティムです。ご注文のクッキーですが、もう届いてるはずです。レシピも入れてあるので、よく確認してください。ガチャ。おお、お前、開け方雑。足でバッてやったよな、お前。それで開くんか。ターゲット、ブリーフケース。ブリーフケースってもう一回言いましたよ。ターゲットはブリーフケースだ。手際よく頼む。ニワトリ。ポイント F32 に行き、ターゲットをダストボックスに。失敗は許されない。常に見ているからな。じゃあお前やれよ、見てるんだから。お前あれか、見てるだけの人か、お前。ふざけんじゃないの。何見てるだけとか。一番使えねえの、お前やれよ。まあ、行きゃいいんだろうな。お、ガルウィング。で、リトラクタブル。ヒントは些細なことを見逃すだ。ザ・メトロ。リチャード。リチャード。あ、ああ、マスクを集めるわけだ。で、最初はリチャードしかいないのかな。そうだね。リチャード。ブリッケル地下鉄駅。ああ。もう行くよ。じゃあ行くからね。ほい。はい。で、これ持ってくわけだ。パズルも集めないといけないからね。一応ね。あ、しょんべんしてる。こいつを。いた。いた。そう。あ、こう、ロックオン忘れてたわ。ロックオンね。いた！ちょっと待って。ちょっと待とうか。だから、あ、投げちゃった。投げちゃった。あ、わかった。投げりゃいいんだ。いた。いきなりだよ、お前。ちょっと待ってね。これを持って、あ、ドア開ける。入る。おい！おい！あら。俺何やってんだろう。はいはいはい。これで、開けて、来る、投げる、あ、な、だから、俺がやりたいのは、これ入る、気づかれる、投げる、オッケー！こっちの方が強そうだな、なんか。ちょっと待って、ゴーってなってるけど、いろいろ集めるものがあるんで、私には集めるものがあるんで、ちょっと待ってください。なんかちょっとグロいの出てるけど、頭から。あ、来たー、パズル。はい、行きました。なんか出てんな、お前。はい、行きましょう。さて。あー、いる。あ、投げちゃったよ、また。やっちった。あー、ビクター。何やってんだろう、俺、ほんと。あー、あいつか。ちょっと待って。全員殺す必要ってあるのかな。はい。オッケー。いいね。はい。あ、よかった、こっからだ。よかった。はい。オッケー。ここで待ち伏せとこ。はい。はい。あら。はい。ここで一発。はい、2発。はい、3発。4。お前、いたんか。はい、いた。はい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 。どし打ち。はい。ほい。ほぶ、一瞬見つったぞ、今。はい。で、おい、オッケー、いいね。で、ここに二人いたよね。オッケー。あー、なんかおる。お前、やってなかった。危ねえ。オッケー。いいね。これでいいのかな。おーおー、危ねえ。はい、車に乗れ、了解。
ゴー。何なの何なのえ、これ全員殺さないといけないパターン。マジかよ。よいしょ。オッケー。いいね。はいはいはい。え、何すんの俺は。え、あ、ダストボックスって言ったよね。どこそれは。あ、ここか。もうなんもないよね、これ。多分。うん、入れねえもん。オッケー。じゃあ行きましょう。誰だ、そこにいるのは分かってる。お前、鼻水おじさん、さっきのだ。え、何何なの。え、どうすんの。こいつをぶっ殺。素手かよ。お前、武器切り替えてないの。ないみたい。いきますよ。おう、待て。来た。はい、来た、チャプタークリアうお、なんで入った、お前。意味わかんねえよ、お前。なんで入ったんだよ。緑色の、何食ったの、お前は。一体。はい。キルスコア3800、大胆さ7800、コンボ1100、タイムボーナス2339、適応力1500、機動力3422、1994、3000分の0、はいはいはい。新しい武器の解除に必要なポイント、字が潰れすぎだろ、お前。が、この、あれなのかな ?3 万と59なのかな。はい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 。了解です。で、プレイステイル、シェンリック、グレード B マイナス、B マイナス?なんでだよ、お前。頑張ったんだからね。お、ニューマスク来た。あ、フクロウじゃないこれ。はい、来ました。ラスムス?ちょっと読みづらいな。ラズマス。はい。が、ゲット。ラスムス。はい、ゲットしました。何なの今度。これ終わっちゃダメ?これ殴れない?あ、殴れないか。おお、誰だお前。おう、あんたか、久しぶりだな。何かあったんじゃないかって心配してたよ。彼女があんなことになって落ち込んだみたいだったしな。どんなこと?ちょっと待って、あんなことやこんなこと?会うのは悪いライドだな。別の話でもしよう。夜食でも買いに寄ったんだろ?遠慮しなくていい。店の檻にしとくよ。会えてよかったよ。ゆっくりしてってくれ。え、何をゆっくり。あ、そこに罰が出てる。はい。お前、商売やる気ねえな。うん。お前、商売やる気ねえな。やろう。ここで一旦、え、どこで切ればいいのこれは。どこで切ればいいんですかこれは。あ、もう、ここで切っていいんだな。フロリダ州のマイアミ。はい。というわけで、一旦じゃあここで切りましょう。多分ここに、あ、そう、ここでミッションを受けるってスタイルだと思うから、うん、そうですね。はい。一旦切ります。こんな感じで、次回から、あ、いや、今回から、ホットラインマイアミの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、次回もまた、惨劇のマイアミで会いましょう。あ、ファービーちゃん忘れてた。いや、めんどくせ。邪魔だもんね、ファービーちゃん。ストーリー実況の時はファービーちゃんなしでいきましょう。はい、ということで今回これで終了したいと思います。次回もまた惨劇のマイアミで会いましょう。